首が長いです。ちなみに最後のヒント4は名前は九太郎です。さて皆さん分かりましたか？じゃあせーのでお答えください。せーの、正解です。答えてくださってありがとうございます。皆さんもうご覧になられましたか？まだ？まだ見てない。あ、じゃあこれから見に行ってください。楽しいと思います。やはり動物の赤ちゃんって可愛いですよね。はい、続いての曲は何度でもセンチメンタルジャーニー365日の紙飛行機です。3曲続けてお聴きください。何？いいね。